コードトーンとベースノートが書いてある。一番低い弦でこっちの音を弾く。もうギタリストはこっち、ベーシストはこっちでいいよ。わかんなきゃ左を弾いとけ。はい、どうもこんにちは、はげるです。今回はですね、なんかこういう見た目のコードについてお話をしたいと思います。これ日本語では分数コードとか言って、なんかそう聞くと難しそうだし、そもそも見た目もっと複雑なのもいっぱいあるんですけど、苦手意識ある方も多いんじゃないかと思いますが、実はそんなでもない。この動画見終わる頃にはね、あ、そういうことねってあなたの分数コードに対する苦手意識も、5分の1ぐらいになるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。今回ざっくりの内容こんな感じです。分数コードとは、鍵盤で解説、分数コードの作り方、下に足す編、繰り上げ編、アンサンブルの時は、こんな感じでやっていきましょう。ゆくゆくはね、それぞれよく出てくる分数コードに関しての弾き方とか使い方の動画も出していこうと思ってます。なので、今回の動画で、これ結構わかりやすいな、こいつって思っていただけたら、概要欄も見てみてください。投稿します。投稿されてれば、そこにリンクを差し込んでいきます。で、まだ投稿されてなかったらごめんなさい。チャンネル登録して待っててください。じゃあやっていきましょう。まず、分数コードって何っていうお話です。一言で説明すると、コードトーンとベースノートを別々に指定するときに使います。なるほど、わかんない。OK。こっちのコード弾きながら最低音をこっちの音にしてくれというわけです。まだわかんない。OK です。海外ではこれ、音コードとか言われて、C 音 E とか読みます。で、実際 C 音 E って書いてることもありますね。で、これ分数コード、日本語での読み方は、E 分の C っていう感じですね。分数だからね。そんな感じです。って言われても、意味はわかんないですよね。OK、説明しますね。ところで、そもそも分数って算数やってる時に習いましたよね。苦手じゃなかったですか？実態つかみにくいし、結局リンゴは何個あるのみたいな、そんな分数、ギターをやっててもまだ出てくんのかと、そう思いながら、がっかりした、苦手に思ってる方いると思います。なんで学生時代のトラウマをもう一回ここで思い出さなきゃいけないんだと。実はこれ、分数じゃないんですよ。あの分数とは何の関係もないんですよ。関係あるのは、マジで見た目だけ。分数みたいな見た目になってるよねっていう、それだけなんですよ。で、分数コードこんな感じでなってて、そうだな、書くか。こうやって、E 分の C みたいな感じで、2分の1とか、みたいな感じで、E 分の C になってます。今、さっと書いちゃったけど、分数って、こう横線引いて下と上にするじゃないですか。でも、これって、自由に書けるとこではそうだけど、スマホとかで、パソコンとかで打つときって、こういう風に表記できないから、こうやってスラッシュを使って横に並べるじゃないですか。それから来てるんですよ、この形って。割と。ちょっと違うけど、そういう感じ。で、これが大事なのは、分数って、分母と分子、もうそんな言葉はどうでもいい。上と下になってません？ 2 分の1って上と下になってますよね。この考えがすごく大事で、分数コードは左と右になんかコードみたいのがあると思ってるかもしれません。違います。これは左と右じゃなくて、上と下だと思ってください。上と下っていう表記です。じゃあ、下ってなんだ？下ってのはコードにおいて何なんだ？それはベース音のことです。ベース音をこれにしてくださいっていう、そういう意味なんです。これね、コードとは何かっていう話が理解できてないと難しいと思うんですけど、ちょっとそれをなんか紹介するために鍵盤も今日は使っていきます。実はね、C っていうコード。これを鳴らすと、実は C っていう音と E っていう音と G っていう音が鳴ってるんですよ。それの集合体が C っていうコード。わかりやすく言うと、ドとミとソが鳴ってる。あとはドミソドミが鳴ってるわけだね。これが C っていうコード。ドとミとソって言ったけど、これを、これはね、イタリア語なの。で、これを英語で言うと C と E と G っていうことになるんですよ。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド。これが、英語だと C、D、E、F、G、A、B、C っていう呼び名になってるんですよ。つまりね、この C とか D とか E とか F とか G とか A とかって、コードを指すこともあれば、単音一つの音を指すこともあるんですよ。これがね、すごく重要なんです。鍵盤あります。これ、ドっていう音を鳴らしてます。日本人はイタリア語でこの音名を言うので、もうハニホヘとイロハって言ってる時代じゃないので、これドって言います。ここ、英語でノート名何かっつうと、これ C っていう音なんですよ。これが C、これが D、これが E。これが F。じゃあ、これは F シャープ、G、G シャープっていう風に言うんですよ。いや、言うこともあるんですよ。ドミソで C でした。なのでこのドミソを弾いてもこれも C っていうコードで、 C っていう一つの音はこれなんですよ。でね、分数コードは上にある文字はコードを表していて、下にある文字は単音を指してるんです。これめちゃくちゃ大事な話なので、まんまもう一回言うね。分数コードの左、いや上に書いてあるのはコードを表していて、右、いや下に書いてあるのはベース音、単音を表しているんです。なのでスラッシュの右側にあるのがアルファベット1文字じゃなかったことってなくないですか？これ邪魔だ。例えばね、 G スラッシュ B マイナーとか、こんなの見たことないでしょ。あとは G スラッシュ B セブンスとか、こんなん見たことないでしょ。反対側はいくらでもありますよ。例えばG7 スラッシュ B とか、これはあります。でなぜこうなるかというと、こっち側にコードは書いちゃいけないんですよ。コードを書いていいのはこっち上だけなんですよ。上がコードで下は1個の音、単音だから、そこにマイナーとかセブンスとかナインスとかサスペンデッドフォースとかディミニッシュとかは絶対入らない。で逆に、さっき僕勢いでアルファベット1文字しかないって言ったんですけど、シャープとかフラットとかはこっち側にもつきます。なぜかっていうと、それは単音を指すからね。これがドです、これがレです、これはレのフラットですっていう風に、1個の音を指す時にレのシャープとかソのフラットとか言うでしょ。まあ言うんですよ。なのでこっち側に、そうだな、じゃあ例えば Gm スラッシュ B フラット、これはあり得る、これはありえない、これはあり得る。でこれのじゃあ分数コードとしての読み方は B 分の G セブンス、 B フラット分の G マイナー、こういう風になります。 OK かな、ここまで。まあ別に覚えなくてもいい。だってこんなん出てこないわけだからね。まあ原理というか仕組みだけ分かっててくれたらいいです。でとにかく、今のちょっと難しい話で何が言いたかったかというと、スラッシュの右側、つまり分数でいう下に来る方はコードじゃないよっていう、そういうお話ね。もう大丈夫、ベース音だよ。じゃあベース音ってなんだ？これは一番低い音っていう意味ね。まあ鍵盤だと分かりやすいのでちょっと見ててください。鍵盤、ピアノとかって結構便利で、右手で和音を弾いて左手でベース音を弾くってことができるんですよ。ピアノは左の方が低い音が出ます。なのでこっちで、今ドミソって和音を弾きました。でこっち左手でベースを弾く。この普通に C っていうコードを弾いてくださいって言われたら、弾き方はいろいろあるんだけど、こう和音ドとミとソを鳴らして、で一番低い音を C にしてくださいっていう、そういう風になっています。これが普通の C と一般的に言われたらこうしてよねっていうことなんですけども、でも音楽ってのは一般的であることが正しいこと、それ以外は不正解じゃないので、それ以外にしたい時ってのもいっぱいあるわけです。そんな時にどうするかっていうことなんですね。コードが C だけどベースも同じく C という単音じゃなくしたい時、ベースを E っていう単音にしたい時、まあ響き的にはこうなります。 C はこうで、もうベース音こっちだけ E に変えるとっていう風になる。なんか響きちょっと変わるでしょ。なんかこの全体的にファーンって、これは変わってないのに右手ずっと一緒よ。でこれに対してベースだけなんか変わったでしょ。そう、これでこの響きがE 分の C っていう、こういうことになります。もう音コードで言うと C 音 E、 C 音 E って言われた方が分かりやすいって方もいっぱいいるんじゃないかと思います。 C が E の上にあるよっていう、そういうことだからね。うんでこんな特殊なのそんなに使うかって言われると、そんなに多くは使われない。でもそこそこよく使います。例えばじゃあポップスでよくありがちな CFGAm みたいな、C を E 分の C にしてみましょう。そうするともう一回いきます。ここが違うっていう風にちょっと違うんですよ。なんか違った感じになったの分かりました。これどっちがいいとかじゃなくて、こういう曲あるじゃんっていうお話。これどっちがいいかっていうのは作曲家が決めるお仕事です。皆さんはさ、コード譜見ながらとりあえず真似すればいいんですけど、原理としてはこうなってます。もちろん今のは、C 音 E、E 分の C だけ、お話ししてますが、ここが G になってるってこともありますよね。そうするとどうなるか、 C ドミソっていうコードに一番低い音が E じゃなくて、G になるっていうのもあります。で、今はドミソの中のどれかにして C だったり E だったり G だったりしたけど、この分数コードっていうこの書き方を使えば結構何だってできちゃうので、例えば C の音にベースは D にするとか、これは合ってるのか合ってるか合ってないかじゃなくていいんですよ。もうそういう風な、コードを使いたい時ってのも出てくるんですよ。例えばみたいな時に、使うんですけど、これ、コードは C のままベースは D、 これが D 分の C とか、C メジャー7音 D なので D 分の C メジャー7みたいなのもあれば、 C マイナー7音 B フラットみたいなのもあります。これ、分数コードってこんな感じで無限なんですねなので、もちろんコードが C じゃない時も、こっちが今 C から動かしてないですけど、ここは D だったり、ここが E フラットだったり、もう全部の種類を紹介っていうのは理論上無理、1000種類どころじゃなくなっちゃうのでね。ってことで、まあここまでで一旦おさらいをさせてください。分数コードはスラッシュの左と右じゃなくて上と下と考えるべしで、上がコードで下がベース音、こっちのコードがこっちのベース音の上に乗っている、だからオンコードと呼ばれ C 音 E などと読まれることが多い。ここまで OK ですか？そしたらいよいよこの後ギターでどうするかってお話なんですけど、ちょっと休憩がてらちょっと雑談してもいいですか？この分数コードのね、何分の何みたいな、こういう言い方するのって多分日本だけっぽいんですよね。海外の方はやっぱオンコード C オン E っていう言い方になってるはずです。普通にこっちの方が読みやすくないですか？だって文字ってこっちから読んでんだからさ。これが楽譜もこっちよ、楽譜もこっちから来てんの。なんかやっぱ英語と日本語の文法習慣の違いというか、英語って先に主題を言ってから後からこう修飾語とかがついたりするじゃないですか。日本語って前にいろいろ修飾とか条件付けとかが入ってきて、本題は後ろにこうついてるじゃないですか。なんかその違いみたいのがこう分数コードにも出てる気がして、こうやってね、C スラッシュ E ってなった時に、コードは C なのにベース音が E だから、ベース音が E の C ですっていう風に言わなきゃいけないの。それが E 分の C。 これめちゃくちゃ言いにくいというか見にくいって僕思ってます。英語だと、C オン E ってこっちから順番に言えばいいんですよ。 C です、下に E がありますっていう言い方になるんですよね。コードが C であるっていうこととか、こっちの方が分かりやすくないですか？文字も楽譜もこっちから進んでくるんですよ。ので僕は結構オンコードっていうのが好きです。これはカッコつけて海外ぶって「いや海外のミュージシャンをねみんなこう言うんだよ」とか言うんじゃなくて、普通に僕頭が良くないから、こうやって書いてあったら文字をこっちから読んじゃうんですよ。で C オン E みたいな、なんかE 分の C ってこうやって返ってくるのがちょっとめんどくさいなーって思ってます。なのでこの動画はここから後半ですけど、オンなんたらっていうのと分のなんたらっていうのをちょっと混ざった説明の仕方しちゃうと思うんですけど、ご了承くださいませ。一応みんなその分数コードっていう言葉がなんかこう知ってるかなと思ったので、とりあえず分数コードって何っていう動画になっております。じゃあやるか。はい、じゃあ後半、分数コードオンコードの仕込みじゃねえや。よし、じゃあ後半分数コードオンコードの仕組みは分かったけど、実際ギターがどうなってるのか、結局私はどうやって弾けばいいの、そんなお話だって。皆さんさ、こんななんか一番下のこのベース音がこうでとか難しいこと考えてコード弾きしてないじゃん今まで。でもね、ギターのコードって結構よくできていて、ここまで考えなくてもなんかそういう風になるようになってるんですよ。実は皆さん気気づかずやってますが、 C って言われたらこのフォーム、そうするとすでに一番低い音が、つまり一番弾いてる中で一番太い弦ね、それが C の音になってるんですよ。 G って言われたら一番太いのが G のソの音になってるんですよ。 D って言われたら一番太い弦で弾いてるのがこれは4弦からだから、この一番太いのが D の音になってる。 D ってのはドレミファソラシドのレ。あ、そういえばドレミ、これ弾くときに4弦の開放弦がレだね。うん、そうなんですよ。 D とか d マイナーだけなんで5弦も6弦もミュートせにはならんのだと思っていたあなた、それはね、6弦の開放弦がE だからなんです。ギターで通常一番低く出せる音が E の音、ミの音なんですよ。だからその本来ミのすぐ下にあるはずのレの音が出せなくて、ほぼ1オクターブ上のここのレの音が最低音になっちゃってる、そういうことなんです。だから5弦と6弦を弾かないで4弦から弾いてくれ。そうじゃないとベース音が変わっちゃうからね。 D とか d マイナーとかだと一番低い音をレにしたいから5弦5弦6弦は使わないんだって、そういうことなんですよ。面白いでしょ。で、ここまでの話一旦まとめると、コードってのはコードネームと同じ音を最低音にしてくださいという暗黙のルールが敷かれている。つまり D って書かれてたら、なんならもうね D/D みたいなもんなんですよ。でも D/D って書かなくても D ってなったら、まあ、D だろっていう風になってるので、まあ、書く必要がない。じゃあいよいよこの分数コードをちょっと作ってみましょう。こっち消すぞー、先生消すぞー、テストにも出るぞー。はい、じゃあまずは E 分の C、 これをやってみましょう。まあ、これはね結構よく使われます。オンコードという考え方思い出しましょう。 C というコードがありますね。でこれの下に E という音を配置する。つまり E という音の上に C というコードが乗っている。 E っていう音はなんだ？ E は確かCD、ミの音なんですよ。で E の音がどこかって分かんないかもしれません。でもチューニングの時思い出して、ここ6弦の開放弦、これが E の音なんですよ。つまり C を抑える、 C を鳴らしながら、それプラスでここの音も弾くっていうことなの。つまりね、普段はミュートしろって言われてるこの6弦も鳴らす開放弦で、それが C 音 E です。普通の C はこれ、これの、下にベース音の E を置いてくれってなったらこれですね。さっきの CFGAm っていうコード進行ね、これが普通の C で F で G で Am 次音 E でいきます。っていう風になります。違いがちょっと出てたでしょう。こういうことなんですよ。もうこれね、6弦以外はそのまんま C ですよね。そりゃそうだよ、コードは C なんだから。その C というコードの下に E という音がある、これが C 音 E、E 分の C でございます。普通の C とはちょっとやっぱ違った印象になってますよね。よし、じゃあもう1個ぐらいなんかやってみようか。はい、これです。読み方は大丈夫か、G 音 B もしくは B 分の G でございます。これはじゃあどうなる。まあコードはなんだ、コードは G だよ。こっちがコードだからね。じゃあ G を押さえてから考えましょう。これが G でーす、うん、この時点では一番低い音は6弦の3フレット、この音が G という音になってますね。じゃあ、もうわかるね、この G というコードを B という音の単音の上に置く。なるほど、 G がこれで、その下に無理じゃねこれ。そうなんですよ、これより低い音なんて出せないんですよ。さっき言ったよ、一番低い音が E なんだよ。 B なんて全然出せない。じゃあ G 音 B ってのは7弦ギターじゃないと鳴らせないのか。いやいや違うんですよ。実はね、オンコードってコードの中で一番低い音であればいいんですよ。こっちがコード、今押さえてる、今鳴らしてる音の中で一番低ければいいんですよ。なるほどっていうことは繰り上げでもいいんですよ。ちなみに B っていう音どこにあるかっつうと、5弦の2フレット、ここで弾いてるんですけど、これを一番低くすればいい。逆転の発想です。6弦弾かなきゃいいのよ。これが G 音 B です。完成。あれ、これコードネーム難しくなってんのに押さえるのちょっと簡単になってるじゃないか。そうです、コードってのは名前の難しさと押さえる難しさは全く比例しません。でオンコードってのも無理に下に追加せずとも下の音を省いていくことによっても作れるんです。で繰り上げベース音って僕はなんか勝手に言ってるんですけども、そういうことも全然できます。ちなみに G オン A だったらどうなる？ここが A だったら、そしたら A ってどこだ？ A って5弦の開放弦、そういえばチューニングの時に A って出てるな。これが一番低い A の音ですね、ギターで出せる。そうしたら A で、この5弦開放弦と、あとはそれより太い弦は弾いちゃダメだから、4弦はG は開放弦、3弦も開放弦、2弦も開放弦で、まあ1弦は3フレットか、これか、これが G オン A 完成です。こういうことなんですよ。まあ僕だったらこの時1弦はあんまり弾かないかもしれないんですけど、それはちょっと理由はね、ちょっと距離が離れすぎちゃってるから悪目立ちするっていうことなんですけど、この辺は感性の問題なのでちょっと今は分からなくてもいいです。こんな感じで分数コードってのはコードの一番低い音をどれにしようかなっていうだけで完成するんです。で6本の弦全部を弾かなくてもいい、低い音になかったら出したい音、ベース音にしたいのが出てくるまで上に上がっていけばいい。で、弾かない弦はミュートするっていう、そういう感じですね。そう思えば結構簡単でしょ。そういうことになってます。それが分数コード、オンコードでございました。ちなみにここまで一人で伴奏する場合のお話でした。これ実はバンド形態ともなるとちょっとお話が変わってきます。バンドにあなたがギタリストとして参加するとして、他のメンバーでベース音を担当してるやつがいるはずです。ベース音を担当してるやつのことをとりあえず今ベーシストと呼んでみましょう。そうなんです、ベースってギターより低い音出てるんですよ。でその人が大概ベース音をやってくれてるので、ギタリストはベース音割とどうだっていいです。なのでギタリストがこっちを弾いてベーシストがこっちを弾く、ギタリストがこっちを弾いてベーシストがこっちを弾く、これで全然良かったりします。これで解決、楽だわ、助かるわ、分担できる仲間がいるって素敵なことね。で、まあもちろん、絶対ギタリストがベース音を無視しなきゃいけないっていうわけでもなく、ちょいちょいこっちもちゃんと弾くんですけど、あんまり弾かないこともまあ多々あります。でバンドであれば、迷わず左のコードだけ弾けば、OK っちゃ OK ですっていう感じで、割とこれで初心者向け分数コード講座は大まかにはお話ししました。あとはね、なるほど上下だったのかと分かった方、でも一応これ書くときはスラッシュにしておいてください。というのもこうマジな横線でマジで縦にコードを積むっていうこと、これ実はあるんですよ。アッパーストラクチャーコードっていうちょっと難しいやつはマジで線を真横にするっていう、そういう表記の仕方があるにはあるんですよ。これ、最低でもあと1年は手を出さなくてもいい世界なので、まだ踏み入れなくていいです。なので、分数だって分かったけど、斜めスラッシュにしておいてください。さあまとめます。分数コードは左のコードにベース音を右側に書くことによって指定するという書き方である。分数コードは無限にある。で分かんなければ左だけ弾けば OK です。さあいかがだったでしょうか今回は分数コードとは何かという内容のお話でした。実際の弾き方動画とかはね、これから順次出していこうと思っておりますので、チャンネル登録ボタンとその横にあるこのベルマークみたいのでこう通知を入れてお待ちくださいませ。あとは最後に、今日のお話で分かってもらえて、ああなるほど左側に書いてあるコードの一番下の音を右側にすればいいのかって分かったとしても、どこに何の音があるか分かんないじゃないですか。そうずるいですよね。これ僕は分かってるからここですみたいな、 D スラッシュ F シャープってなった時に D 弾いて一番下の方が F シャープここかみたいなとか弾けますけど、皆さん分かんないですよね。そんな初心者ギタリストさんのためのグッズを用意しました。じゃんこれですね、これクリアファイルなんですけども、指板上のどこに何の音があるのか一覧で見れます。これを使えばね、今言いました最低音が F シャープって言ったら F シャープってどこやねん、あった6弦のこう2フレットここだーっていうのが分かります。で B フラットってのは B フラットってどこにあんだ、5弦の1フレット、あ、ここかっていうのが、一発でわかります。これくっそ便利です。で、これってね、クリアファイル実は2枚組になってまして、こっちの上のやつをかざすことによってまたいろんなものが見えてきます。こっち2枚目には形だけ載ってたりするんですけども、このメジャースケールってやつのここの穴のところに C っていう文字を入れると、これで C メジャースケール、穴の中に A っていうのを入れるとこれで A メジャースケールっていう風にスケールが浮かび上がってくるっていうめちゃくちゃ便利でございます。まあ、スケールのね、指の練習にするもよし、アドリブの練習とかドレミファソラシドを覚えていろんな、楽譜を読んでいきたいっていう方もこれめちゃめちゃ便利です。あとはパワーコードね。パワーコードってのを覚えるといろんな曲がすぐ弾けるぞーってなっても、これまたどこに何のパワーコードがあるか覚えらんねえっていう方は、ここパワーコードっていうところのこの穴の中に作りたいパワーコードの文字を入れてください。 G っていうのをこの中に入れると G のパワーコード、D フラットっていうのを入れるとこれで D フラットのパワーコードっていう風になってます。これ超便利なんですね。あとはカポタストした時のチューニング、1フレットにカポすると何の音にチューニングすればいいんだっけ、4フレットの場合何の音に合わせればいいんだっけっていうのがこれで一覧で見れるようになってます。とっても便利で皆さんご好評いただいております。ありがとうございます。概要欄にショップへのリンク貼ってありますので、ご覧くださいませ。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。